スーダン航空109便オーバーラン事故とは2008年6月10日にアンマン発ダマスカス経由ハルツーム行きのスーダン航空109便が目的地のハルツーム国際空港に着陸した際に発生した航空事故である乗員乗客214名のうち30名が犠牲となった機種はエアバス A310 から324型機でシリアル番号548 機体記号は STATN。航空用エンジンは2発の PW4152 を搭載しており、1990年8月23日に FWWCV として初飛行し、2ヶ月後の10月22日に QV2 としてシンガポール航空が受領した。2001年5月10日には v t イブ f としてエアインディアに引き渡され、 2007年12月1日をもって STATN に再登録されてスーダン航空の保有機材となった。エアバスによると総飛行時間は約5万2000時間、飛行回数は約2万1000回に及んでいた。109便はヨルダンの首都アンマンのクイーンアリア国際空港を離陸し、シリアの首都ダマスカスのダマスカス国際空港を経由して、 スーダンの首都ハルツームのハルツーム国際空港へ向かっていた。しかし、砂嵐と豪雨がハルツームへの着陸を妨げていたため、109便はポートスーダンにあるポートスーダン新国際空港へのダイバートを余儀なくされた。その後は、ハルツームへの飛行を許可され、百九便は、後く十七時十六分に着陸した。しかし、その際滑走路内で停止できずにオーバーランし、 滑走路36の端から215メートル離れて停止した後、機体右側から火災が発生した。出火した側の脱出用スライドは展開できなかったため乗客らは左側のスライドを使って避難した。このオーバーランは長いフレア操作や濡れた滑走路、自動ブレーキ及び第1エンジンの逆水力装置が作動しない状態での着陸といった複数の要因により、 引き起こされた。この第一エンジンの逆水力が作動しない状態で、滑走路残り2080メートル以内で停止させようと機長が両エンジンを逆噴射させたため、機体は右寄りに変身した。調査報告書は、この日早くにハルツームで大規模な砂嵐が発生し、その後に視界不良と事故当時の激しい風雨が続いたことを指摘している。 長いフレア操作の原因は、実際には15ノットの追い風が吹いていたが、7ノットの向かい風が吹いていると着陸時のパイロットに誤って伝えられていたことであった。乗員11名と乗客203名のうち、それぞれ1名と29名の計30名が犠牲になった。その多くは、アンマンでの治療を終えて戻ろうとした障害児や高齢者であった。乗客の中には、 スーダンの国会議員であるアッパスアルファディにも含まれていたが無傷で生存した。ありがとうございます。